はい、どうもルフェです。よろしくお願いします。はい、本日は、カムイスポーツ所沢店さんに来ております。久々ですね、カムイさん。まあ僕ちょっとプライベートでちょくちょく行ったりはしてたんですけど、撮影としては、お久しぶりのカムイさんとなります。ここね、今軟式グローブコーナーなんですよ。まあ、安定のごとく、前のね3度、グローブ紹介させていただきましたが、まあなんかね段数が増えてるんですよ前確かに 1,2,3,4,5 段だったはずなんだけど、6段目が増えてる気がします。相変わらずグローブ多いっすね。ということで、まあ、今日ちょっとカムイさんって実際のところは多分公式グローブ、この辺も高校いろいろありますし、グローブ自体も公式グローブ多いんですけれども、まあ、草野球人向けのねこういうカラーグローブもめちゃくちゃ多いので、ちょっとそこを、紹介していこうかなというふうに思います。で、1個ね、多分前から出てたかも、毛穴映すな前から出てたかもしれないんですが、ちょっとおっていうカラーグローブ見つけたので、それをちょっと紹介していこうというふうに思います。うん、はい、そのグローブがこちらです。はい、ローリングスの HOH ですね。なんか見ればわかるかな。うん、HOH って書いてるんですけども、これプロエクセルっていうシリーズらしいんですよ。で、多分このシリーズ自体前もちょっとね確かこのグローブ出したことある気がするんで、あ、でも違う、種類違えわ。プロエクセルはこれ初めてかもしれない。僕は見たことなかったっすね。多分なんですけど。で、このグローブ何がすごいって、ヘリ側玉はみ輝いてる青なんですよね。今まで青金的な、そう光ってる青。今まで金のこういうはみ出しとかヘリ側使ってるグローブって確かにあったと思うんですよ。金とかシルバーであれば、僕もあのスラッガーのオーダーグローブなんかはこういったところ金にしてたんですけど、でも青系とか色つけては今までなかったんじゃないかなっていう、一気に柄じゃないですけど柄っぽく派手になるような感じのグローブですね。グローブ自体はまあ補給面黒で、黒の中も見てください、これ全部光ってるんですよ青が。その機能面としての特徴、こっちのない切れ込みがこことここにあるんですよね。だから多分 H ウェブ曲げやすいよっていう、そういう設計になってるグローブです。で、これ片付けしてないんですけども、ローリングスの軟式用のこういうカラーグローブって最初からちょっと柔らかめなんですよね。多分こういったところ見てもらうと分かるんですけど、まあ、シワできてるっていうことは柔らかいっていうところもあるので、比較的すぐ手馴染みはいいんじゃないかなと、すぐに手に馴染んでくるんじゃないかなっていうふうには思います。で、その他、まあ、黒と、青の部分言いましたけれども、あとグレー使ってますね。だからカラーリング的にはめっちゃ落ち着いてる渋いカラーなんですけども、そこを光る青でその派手さを演出してるっていうような感じのグローブです。まあ、よく最近ローリングス見ますね、このバックスタイルと。まあここはちょっとシルバーっていうよりはゴールドシルバーに近いのかな、なんかシルバーとゴールド足し割ったような感じのラベルしてますよね。で、ここはまあそのこの特殊なはみ出ししてるから多分背面の刺繍はないけれども、親指にオーバルマークだっけが入っています。なんで僕的にはそんなに派手にはしたくないっていう、派手にはしたくないんだけれども、まあ、よく見たらめちゃくちゃ光ってんじゃんみたいな、一部分だけですもんね。それも全部が全部金とか銀とかってわけでもないので、細かいおしゃれしたいっていう人なんかはこういうカラーリングおすすめなんじゃないかなというふうに思います。はい、でね、もう一個こっちもあるんですよ。これも同じシリーズですね、中に書いてあります、プロエクセル。はい、でこれもカラーリングは比較的、まあ、茶色系、とキャメルで比較的落ち着いたカラーなんですけど、見てくださいこれ、今度は赤なんですよね。赤金、そう、赤金のカラーリングで、え、ちょっと待って、ここに指またあるんだけど、ということはお湯にでも使えるってことか。普通ここじゃないですか、確かに。でもここにあるんで、じゃあ間違えちゃった。いやいや、それはないでしょ。だからこういうに仕様なのかな、特に書いてあるわけではないですけど、こういうところに書いてあるわけではないんですが、これはびっくりした、ここに指また作っちゃうんだっていう。このグローブ買いますか、買いませんか。いや、買わないです。買わないの、うん、すごい。だって内容やらないでしょ、すごいって言って。やるじゃん、サード。もうやだ、一緒やりたくない。これもね、ここにやっぱり切り込み入ってるんですよね。何のため、屈曲っす、ウェブの。
まあ、曲げられないですけど、曲げた時にここがすごい曲がりやすい。これはこっちじゃないのにな。そうそうそう、だから結局曲げるのってここ曲げるってすっげー昔のセカンドの選手がめっちゃ浅く使うためにこっちでこの辺でクイッと曲げてる人いたっすけど、大体この辺じゃないですか、うん、まあボックスにはしたくないけど比較的ちょっとねちょっと斜めに閉じたい人みたいな感じにはめちゃくちゃいいんじゃないっていうような感じがします。でちゃんとウェブに紐通し、キュンです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 、こういうことね、キュンです、こういうことキュンですしてある。で他にもねちょっとじゃあ袋からはあれですけど、さっき言ってた銀っていう、今度はこっちが金、これでもちょっと種類、あ違う、これが違う、ハイパーテック安いやつ、安いやつでもこういう柄ね、派手な、通常だったらお金かかり、結構かかりそうな。ちなみにプロアクティブのさっきのやつは、はい、いくらですか。プロエクセル、プロエクセル29,700円ですね。軟式用、ザ軟式用って価格かな。比較的はやっぱり今物価高もあってどうしてもグローブって値段上がってるし、前みたいに和牛使ってないグローブは比較的安いとかってあったっすけど、海外も海外で、あのね今何事も高い時代なんで、だからまあ言っちゃえば普通なのかな、大体、そのぐらいの金額かなっていう。むしろなんかほら学生用の軟式、うん、君の右側にあるじゃないですか、値段がまあ大体同じぐらい、同じぐらい、うん、シュさん今いいこと言ってくれましたね、これ多分学生使いますよ。え、使えんの学生これ。間違い、勘違いしてたでしょ。前南連と同じなんだって、中学軟式って。多分さっきモンタンさんで撮ってる動画で僕言ってるので、カットで詳しく勉強してください、翔平さん。柄はね、微妙かもしれない、さすがに。カラーは使えるって、前南連と同じなんで。そうなんだ。まあだからピッチャーは相変わらず、ちょっとルール。現代モデルも OK。OK。らしいですね。僕も、まあ、とあるスポーツショップのストーリー見て、えって思って。大体中学生はこっち使うことの方が、それ分かってても多いのかな。そうっすね、まあ、うん、高校に上がった時ねちょっと使うじゃん。そうっすね、だし多分なんだかんだ親がいやこっちにしときなって言いそうな気がする。今ちょっとこっちもちょろっと話し出しましたけど、その単色だったりだとか、まあ紐とは色違うんですけど、本体は一色のグローブももちろんたくさん揃ってますし、でこうやって派手なグローブもカムイさん、軟式用でたくさん揃っているので、しかもねスポーツショップお店としてもでかいですし、だから兄弟どっちも別のスポーツやってる人とかも来やすいですもんね、カムイさんは。そうですね、あのサッカーコーナーもまた別の、うん、上が別のフロアがあるし、上バスケバレーだったりとか、そうですね、まあ、そういったところで、カムイさんいろいろ、商品揃ってますのでぜひぜひお越しください。これさ、うん、あれだよね、グローブのこのものによってさ、はいはい、学生でも学生野球使えますっていう表示とかあったらさ、さらに買う人も分かりやすいんじゃない？うん、そうっすね。え、使えるのってなってこうね、そうそう、使えるならこっちがいいよねとかさ、もしかしたらあるかもしれない、うん、そうっすね、うん、まあ、はい、はい、ということで本日は、カメスポーツ所沢店さんで軟式グローブね、ちょっと珍しめな、グローブありましたので紹介の方させていただきました。はい、ということでこの動画が良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。